ホバートはオーストラリア海軍の軽巡洋艦、パース級の一隻で、元はイギリス海軍所属のアポロと称した。二等巡洋艦アポロとしてデボンポート交渉で建造され、1933年8月15日に寄港し、1934年10月9日に浸水、1936年1月13日に収益した。 1938年9月28日にオーストラリア海軍に引き渡されホバートとなる。第二次世界大戦が始まり1939年9月3日にオーストラリアとナチスドイツが戦争状態になった時、ホバートはバス海峡の紹介中であった。ホバートはポートメルボルンへ戻り、それからシドニーへ移動した。10月13日にシドニーから出港し、 10月26日にシンガポールに到着。10月28日に出港し、イギリス海軍の軽巡洋艦バーミンガムと共に、スマトラ島西岸沖や澄んだ海峡を紹介して11月5日にシンガポールに戻った。これ以降、ホバートはインド洋で主に戦団護衛に従事した。1940年6月10日、アデンでイタリアの参戦を迎えた。 同年8月にはベルベラからの撤退を支援した。同年12月にアーストラリアに戻り、1941年6月までオーストラリア周辺で活動した。8月に地中海へ移動したが、日本の参戦後により太平洋戦争が始まると、東南アジアに戻った。1942年2月2日、ホバートはイギリス軍駆逐艦テネドスと共に、 シンガポールを出発、ジャワ島のバタビアに向かった。途中、沈没した商船の遭難者を救助した。シンガポールの陥落が避けられなくなり、連合国がオランダ領東、インドを防衛する見込みはなくなった。だが、オランダ軍は諦めていなかった。2月中旬、日本軍は南方作戦に伴うライン作戦を実施して、ジャワ島に迫りつつあった。2月13日、 ジャワ島のバタビアにカレル・ドールマン少将が率いるアブダ艦隊が集結する。その兵力はオランダ巡洋艦3、A10 巡洋艦、エクセター合計巡洋艦ホバート、米駆逐艦6、ラン駆逐艦4であった。2月14日、早朝、アブダ艦隊はバンカ島に向けてバタビアを出撃したが、途中で駆逐艦ファンゲントが座礁沈没。 乗組員収容のため駆逐艦、バンケルトが残留した。翌15日、ガスパル海峡を通過中のアブダ艦隊を日本軍の基地航空部隊と軽空母流上艦上機が攻撃する。日本側の97式艦上攻撃機や陸上攻撃機は魚雷を搭載せず爆弾のみを搭載して出撃した。航空戦によりアブダ艦隊の駆逐艦2隻が若干の損害を受けた。 ホバートも若干の損傷を受けた。アブデ艦隊は日本軍輸送船団撃滅を諦めて反転し、バタビアに戻った。アブデ艦隊は各地に分散して帰動し、ホバートはバリ島沖海戦に参加していない。日本軍の基地航空隊はバタビアにも空襲を行い、この空襲でホバートは損傷した。このため、スラバヤ沖海戦やバタビア沖海戦に参加せず、 結果として脱出に成功した。詳細は35回海戦を参照1942年4月22日、オーストラリア海軍の巡洋艦3隻は全面的にアメリカ海軍の指揮下に入れられた。5月6日、フランク・ジェイ・フレッチャー少将は自身の機関ヨークタウンと護衛艦艇、フィッチ少将の機関歴ントンと護衛艦艇、 ジョン・グリコリー・クレース少将が率いるクレース隊を合わせて第17任務部隊を編成した。翌7日、フレッチャー・提督は第17任務部隊第3軍を編成した。そしてクレース隊を日本軍輸送戦団撃滅のため先行させたのでヨークタウンとレキシントンの護衛艦,艦艇はさらに減ってしまった。クレース隊は精神を開始した。もしくクレース隊が順当に進撃していたら、 日本軍輸送船団を護衛する、サチオートリ以下の MO 攻略部隊主体と衝突した、はずである。だが午前6時40分に空レース隊は、日本軍水上偵察機に直接された。日本時間午前7時25分、ニューブリテン島ラバウルを発進した立候は、戦艦2隻、従順2隻、駆逐艦2隻、計6隻の連合軍艦隊を発見した。 パプアニューギニアのライから発進した零式、艦上戦闘機12機とラバウルから発進した第4航空隊の1式、陸上攻撃機31機が第17任務部隊の攻撃に向かった。ラバウル航空隊はルイジアード諸島ロ・ッセルシマ方で正午頃より空レース部隊に対する攻撃を開始した。陸港の雷撃と水平爆撃により、 カルフォルニア型戦艦一隻と従順洋艦一隻を撃沈、ウォースパイと型戦艦に魚雷二本を命中させ大破させたと報告した。立候は4機が自爆、1機が不士に大破、2機が着陸時に大破した。大本営はカルフォルニア型戦艦撃沈とウォースパイと型戦艦撃破を大々的に宣伝した。さらに、 ポートランド級重巡洋艦一隻を撃沈したことになった。もちろん、クレース隊に、米戦艦カリフォルニアや英戦艦ウォンスパイトは、含まれていなかった。日本側の課題戦火報告と、裏腹に、重巡視加護が、機銃装者を受けただけで、クレース隊に目立った被害はなかった。仕上げに、クレース部隊は、アメリカ陸軍の B-17 型重爆3機から、誤爆され、駆逐艦,艦、 ファラガットに、資金団となった。第17任務部隊の空襲で、軽空母、小踊りを失った日本軍攻略部隊が反転したので、クレース部隊はオーストラリアに向かった。日本軍の攻勢が、ミッドウェー海戦で頓挫した後、オーストラリア海軍の大型巡洋艦3隻は、ウォッチタワー作戦に従事した。英国海軍合衆艦隊司令長官ビクター、クラッチ霊少将は、 従順オーストラリアに正規を掲げていた。7月下旬にフィジー諸島での予行演習を実施した後、連合軍上陸部隊は1942年8月7日にフロリダ諸島ラギ島とガダルカナル島に上陸作戦を完工した。これに対し、ラバウルを発信した日本海軍の一式陸上攻撃機と99式艦上爆撃機が 揚陸作業中の連合軍輸送船団に空襲を行う。輸送船団と護衛艦,艦艇は自分たちの対空砲火とフレッチャー提督の空母機動部隊から飛来した回4回ワイルドキャットで応戦した。駆逐艦、マグフォードが勝破した。護衛艦隊司令官のクラッチレー提督は夜間警戒のため式外艦艇,艇をいくつかのグループに分けてルンガ白地に配置した。 霊下のノーマン・スコット少将は、最新鋭の SG レーダーを装備したアトランタ休巡寿命艦サンフアンに正規を掲げ、東方部隊としてフロリダ諸島とダルカのある島間のシーラークイ、同島側を警戒した。日本軍の水上部隊は出現せず、何事もなく、夜が明けた。詳細は、第一次ソロモン海戦を参照。8月8日、連合軍上陸部隊は再び、 ラバウル航空隊の空襲を受けた。連合軍各艦は猛烈な対空砲火を浴びせ、日本軍攻撃機は大損害を受けた。だが、連合軍側も被害を受けた。駆逐艦ジャービスが大破し、輸送船ジョージ海エリオットが被弾炎上して放棄された。連日の空戦で連合軍側もある程度の航空機を失い、フレッチャー提督の第61任務部隊は、 援護を打ち切って撤退を開始した。日没後から9日にかけて、東方部隊4隻は輸送エリア東入口を紹介中であった。クラッチ霊提督はターナー提督と協議するため、帰還オーストラリアに上艦したまま配置を離れ、輸送船団の方にいた。この夜、第八艦隊司令長官三河軍一中将が、率いる外南洋部隊がサボ島南を通過して、 鉄底海峡に突入し、野戦で連合軍の南方部隊と北方部隊に大打撃を与えた。東方部隊は自分たちの鼻先を三河艦隊が通過していったのに何の行動も起こさなかった。上級部隊から命令は来なかったし、スコット少将も状況を尋ねなかった。日中になると日本海軍航空隊は駆逐艦ジャービスに集中攻撃を加えて撃沈したので、 連合軍輸送船団は無傷で済んだ。連合軍輸送船団は物資の大半を揚陸しないまま撤退を開始した。バンデグリフト将軍が指揮するアメリカ海兵隊はガトウとフローリダ諸島に取り残され弾薬と食料の不足に苦しむ羽目になった。8月13日、連合軍輸送船団はニューカレドニアのヌメアに到着した。エスピリトサント島にて応急修理を受けるホバート。 魚雷による衝撃で、後部甲板がまくれ上がっている。1943年7月23日1943年6月30日、連合軍は、カートホイール作戦により、ニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いが始まった。パプアニューギニアでも攻勢に転じ、サラマウア南方のナスソー湾に上陸した。7月中旬以降、 日本軍潜水艦5隻は、ソロモン諸島や、サンゴ海方面の偵察を実施した。7月20日夕刻、エスピリトサント島の280度200海里付近で、E11 がホバートを捕捉した。E11 は、目標を、サンフランシスコ型重巡洋艦と判断し、魚雷三本命中を記録した。第74任務部隊として行動中のホバートは、左限後部に命中した魚雷によって、 大きな損害を受けた。エスピリトサント島で応急修理を実施した後、オーストラリア本土に交代する。シドニー湾の国家という島にある造船所で本格的修理を行う。その修理には1945年をはじめまで要した。修理完了後、東南アジアなどで上陸作戦支援などに従事した。1945年8月15日、日本は ポツダム宣言を受諾して、玉音放送を行う。日本の幸福に伴い、ホバートは東京湾に進出した。9月2日、幸福文書調印式に参加した。1962年2月22日に、三井物産の現地法人に売却され、日本まで栄光される。4月2日、大阪府堺市に到着し、同地で解体された。ありがとうございます。